ィリアム・ブレイクは、イギリスの詩人、画家、銅版画職人、預言書、ミルトンの助詞、古代、あの足画が1918年に、ヒューバート・パリーによって音楽が付けられたものが、聖歌、エルサレムとしてまたは事実上のイングランドの国歌として、現在のイギリスでは大変よく知られている。1757年11月28日、ロンドン、ソーホ地区のゴールデンスクエア、ブロードストリート28番地に、靴下商人、ジェームス・ブレイク、キャサリン夫妻の間に、第三子として生まれ、同年12月11日に、ピカデリー教区のセント・ジェームズ教会で洗礼を受ける。幼少期から絵の才能を示して、絵画の学校に入り、1772年に彫刻家、ジェームス・バーシアに弟子入りした。長じてからは、銅版画家、挿絵画家として、生計を立てていた。1787年頃、新しいレリーフエッチングの手法を発明。その手法を用いた彩色印刷によって、言語テクストと視覚テクストを同列に表現することが可能となっただけでなく、出版社から独立し、自分の印刷機で自分の本を印刷することも可能となった。ウィリアム・ブレイクは1803年、ジョン・スコフィールドという兵隊と口論になり、国家扇動行為を行ったとして裁判にかけられる。勝訴するもそれが彼に大きく影響し、難解な表現をすることでシンプルな表現を隠すという特有の表現技法が確立するに至った。原始者の異名を持ち、ただり神ユリゼンやロスなどの神話的登場人物が現れる4人のゾアたち、ミルトン、エルサレムなどの預言書と呼ばれる作品群において独自の象徴的神話体系を構築する。初期においては、神秘思想家スベーデンボリの影響も見られた。詩の中では、詩集、無垢と経験の歌に収められた、虎よ、虎よ、で始まる、虎がよく知られている。晩年にはダンテに傾倒、イタリア語を習い、病床で約100枚に上る、新曲の草画を水彩で描いた。日本では、1894年、大和田武樹により初めて、ブレイクの詩が日本語訳され、紹介された。大正期には、白樺派の龍宗義による本格的ブレイク研究が手掛けられ、以後、日本におけるブレイク需要と研究が極めて盛んに行われるようになる。近現代の作家では、大江健三郎の一方ならぬ系統がつとに知られるところである。ステッドマン作、スリナムの黒人反乱に対する5年間にわたる遠征の物語に、ブレイクがつけた版画の挿絵、公主台に生きたままあばら骨で吊るされる黒人2012年ロンドンオリンピックの開会式の冒頭の英国の農村風景のアトラクション、少年によるエルサレムの歌唱の中で演じられた。ブレイクは多くの思想家、アーティストたちにインスピレーションを与え続けている。虎、無垢と経験の歌のブレイク自身による彩色本、ニュートン、薄暗い海底でニュートンがコンパスを用いて、物質世界の解明を試みており、その体は岩と同化しつつある。科学万能主義への痛烈な批判である。日の老いたるもの、ありがとうございます。